県議会では異例の採決のやり直しとなった、県立大学をめぐる予算案きょうの会議で、事業費を含まない予算案が否決された後県が最初に出していた事業費を含む予算案が可決しましたが、議会からは異例の事態に至った経緯を反省をという付帯決議が出されました。県県立大学をめぐっては昨日県議会で 必要性や設置の効果などの説明が何ら得られていないなどとして自民党会派が事業費800万円を削除した補正予算の修正案を提出し可決しましたこれを受けて山口知事は議会の判断に異議がある場合の拒否権に当たり審議や採決をやり直す詐議を求めていました昨日閉会予定だった11月議会は会期が延長され 裁議に対しての質疑や討論が行われました来年2月の定例会への予算の提案を行うことも私は考えられたはずとそのように思っておりますなぜそこまで待てないのか専門家チームが描く大学像をもとに議論することが県民の理解を深めかつ 県民の負託に応えることにつながると考えたからであります我々だけで説明できることは基本的に説明し尽くしたものと認識していますその後休憩を挟んで採決の予定でしたが自民党会派の協議が長引き開始予定から2時間近く遅れて採決に入りました採決の結果賛成18反対19で 県立大学の事業費を含ままない修正案は否決されました一方、先ほど6時前から始まった議会では県が最初に提出していた事業費を含む予算案が賛成多数で可決されましたが同時に、歳議という異例の事態に至った経緯を改めて反省しこれをもって最終的な大学設置を認めるものではないという付帯決議も出されました。 付帯決議をめぐっては2019年に佐賀アリーナの工事入札をめぐり県の執行部を厳しく非難する決議が出されています。この問題をめぐりましては意見が自民党会派でも大きく分かれ県側の拒否権にあたる歳議を経て付帯決議をつけた上で認めるといういずれも異例の事態となりました。今後、山口知事をはじめとと、する県の執行部と 県議会が県民に分かりやすい議論をどう進めるのか注目をされます。